だからね、まあちょっと話を蒸し返すけどさ、シマノネッサ XR なんてそうじゃん。ね。間違いなくカーボンモノコックなんてのは海にいらんわけよ。ましてや、シーバスならまだしも、うん、流れを感じるっていうのが大事なシーバスには必要だけど、サーフにはぶっちゃけいらないっていう。わお、そういうのが相まってね。けどあれはシマノが、まあどうせ金型のね、減価償却というかさ、ね、他の赤字補填なわけよ。他のジャンルのね、バスとかあのあたりの、うん、赤字補填なわけよ。だからこそ、あんなね、わけのわからん技術が海に取り入れられるっていうことになってしまってね。それってほら、シマノの都合で、シマノが出したいからシマノがね、作ったみたいなことやねんか。うん、40アップ。けどさ、あれって必要かって言われたら必要じゃないねんか。むしろ性能が落ちとるわけだし。うん。俺がね、一週間もかけてごちゃごちゃ言うたように。うん。そこら辺がね、なんだろう。謎い。どうしてそんなことをしたんだろうっていう。まあそういうのがあるわけよ。うん。だからある程度ね、この視聴者、やっぱコメントしてくれる人っていうのは何かしらの思いがあってしてくれるわけだからさ、ね、ただ単に無言で再生してくれる人っていうのももちろんありがたいっちゃありがたいんだけど、やっぱなんだかんだで、そのコメントしてくれる人っていうのはさ、ついてきてくれる人やから、その人にね。うん。生放送に来てくれたりとかさ。うん。そういう人たちって、ついてきてくれる人やから、そういう人たちをすごく大事に、するのがやっぱ当然だしさ。うん。だから俺もね、クソみたいな、ツイッターとかによくさらしとるさ、クソみたいなコメントをね、来た時にもさ、やっぱ俺はさ、俺の主観でこうやって動画作っとるからさ、俺はこれで面白いと思って作っとるわけよ、一応ね。うん。俺の価値観というか感性では、これ絶対面白いよね、みたいな感じのつもりで作っとるけどさ、やっぱ、人それぞれ、ね、人の数だけ感性ってのは存在するしさ、ね。で、コメント欄にさ、いや、コマ見れや間違っとるみたいな感じでギャー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 言ってくるやつおるわけやろ。まあ、そいつはそいつの感性で語っとるのかもしれんけどさ、そうなった時にね、なんだろう。今まで俺の動画ってのを、主観で見とった、ね、主観でしか見れんわけよ、俺はね。けど、そうやって人のコメントがガーって来た時に、改めてなんかその客観的に自分の動画ってどうだったんだろうっていう。うん。前にもあったわけよ。何やったっけな。チニングでね、ナイロンラインを使うっていう、メーカーの人がおってね、三洋ナイロンの人なんだけどさ、短距離戦。俺前からね、短距離戦では、やっぱナイロンとかの方が、その伸縮性がショック吸収になって、PE だとか使うよりも、いいですよ、みたいな。ね。いいぞ、みたいな。やっぱ、長距離戦になると、ナイロンって伸びてしまうから、ね。どうしてもっていう部分があるんだけど、うん。だけど、その、短距離戦に、こと短距離戦においての、ショック吸収っていう面では、PE ラインよりも、ナイロンの方が優れとるんじゃねみたいな。こういう使い方もありだよねみたいな。こと話しとるときにさ、ね。イエーって。PE ラインを、みんなが PE ラインを使っとるし、ね。メーカーの人間もプロの人も、なんだろう、ナイロンラインなんて使わずに PE ラインを使っとると。つまり PE ラインの方が圧倒的に優れとる。ね。ナイロンラインを使う、ね。使われないっていうことが、そのナイロンラインを使われないっていうことが、なんだろう、間違っとるという、間違っとるまで言わんけど、ね、おかしいみたいな、ね、変ですよみたいなことをわーって言ってきてるバカがおってさ、うん、いや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 、それは PE がね、特にソルトやしさ、特にソルトやしね、PE ってのは、バランスがいいな、やっぱり。うん。やっぱ、糸系の細さの割にはさ、引っ張り強度が出とるしさ、うん。けど、ねずりには弱いから、ショックリーダーっていうのが必要でさ。ね。それ相応のね、やっぱ、ラインキャパシティ、リールのラインキャパシティに、もさ、圧倒的にさ、PE の方が負けるからさ、ね、遠くも投げれるし、でもちろん近くも攻めれるしっていうのがあってね。うん。けどさ、別に俺 PE とナイロンの優劣の話をしとるんじゃないよね。ね、優劣、どっちが優れとるかっていう話じゃないのよ。うん。ね。ね、ナイロンも選択肢の一つだよっていう。
そういうのもありなんだよっていう、その選択肢の話をしとるわけであって、あの、俺がナイロンを勧めとるからピーをこき下ろしとるみたいな、そういう話じゃないわけよ。けどやっぱりそれはね、あの動画を見た、視聴者がね、いやーと言うわけですよ。いや、PE の方が優れとるから、みたいな。みんな使っとるからっていう理由だからね。それも。嘘でしょ、と思って。みんな使っとるし、釣り具屋に行くと、売り場に PE ラインっていうのがいっぱい並んどるっていう。うん、だから PE ラインは優れてるんだって。はぁ?みたいな。うん。あの時に思ったもん。なんかね、まあ一応動画化にしてやろうと思ってね、そういうのを、そういうバカみたいなやつをね、晒し上げて動画にしてやろうかなって思ったけどさ、で、それもね、あの主観的に見たらそうだったんだけどさ、客観的にパッと見た時にさ、いや、なんだろう、だから俺はさっきも言ったように、優劣の話、どっちが優れとるか劣っとるかって話じゃなくて、選択肢の話をしてるわけよ。うん。短距離戦だったらナイロンのその性質のラインを、ナイロンをメインラインにして、その、ショック吸収っていう力を、存分に発揮できたらいいよねっていう。そういう話をしとるわけであって、ね。ね。だから彼がね、うちの動画を見て勘違いしとるなーっていうのも、すごい分かったし、うん。まあ、とは言っても、勘違いさせたのは俺の動画のせいってわけでもないからさ、ね。視聴者のね、知識というか、教養のレベルに合わせて動画作るわけにもいかんからさ。それは点であって面ではないから。うん。そんなわけのわからんことする必要もないと思うけどさ。そう見たときにね、いや、おかしいだろ、お前って言うけど、うん。あ、きっと彼は勘違いしとるんだな、恥ずかしいなーっていうのでね。思ったわけですよ。うん。だってそうでしょ?俺この例え思いついてすごい好きなんだけどさ、なんかね、メガネを買いましょうって言って、その遠近両用メガネ、遠くも見えるし近くも見えるみたいなメガネってあるじゃないですか。ね。あれが俗に言う PE ラインなわけですよ。ね。遠くも行けるし近くも行ける。ね。メガネとしてはバランスいいじゃないですか。ね。一番オールラウンドなメガネじゃないですか。けど、俺が話しとるのって、近くのものが見えねえって話なんですよ。ね。老眼とか、禁止、うん、近くのものがえらいぼやけるみたいな、ピントが合わねえみたいな、そういう話をしとるわけよ。じゃあ別に、その、遠近両用メガネじゃなくても、その、禁止のメガネ、うん、近くが見えない、近くが見えるように特化したメガネでいいんじゃないみたいな。そういう話なのよ。うん。それをね、わけのわからんこと言いやがってと思ってね。なんか、ツイッターと YouTube でね、うん。彼はそのYouTube のコメント欄に書いてね、俺のツイッター監視しとるみたいで、ね、俺はツイッターにさらしながらやっとったんやけどさ、まあまあまあと思って、正直。うん。まあなんかね、面白いから動画化してやろうかなと思ってね、なんか彼もさ、今まで書いとったコメント全部消してね、僕の主張は、PE ラインはこれだけ優れてて、みんなが使うから、PE ラインの方がいいですみたいなことをね、熱弁しとったけどさ、いやーと、そうじゃないよなーと思って。いい反面教師になったよね。だからね、この場をお借りして、このバッシングビートの場をお借りして、ね、彼との約束、動画化にしてやるっていうね、彼との約束を守りたいと思います。はい。だからね、このバッシングビートに関してはね、再生数そんな取れとらんけどさ、20人、30人くらいしか、見とらんけど、うん。ね、まあその人たちだけにまあ伝えれたらっていうね。うん、こういう話はね、意外と普通の表の動画ではせんからね、うん。あんまそういう動画作っとらんから、だから、まあこのね、よくわからん、ね。ゲームやっとんのか喋っとんのかわからんようなこの動画をね、見てくださる皆様のためにね、ちょっとこういうね、考える力っていうのがね、これだけ必要なんだよっていう。なんだろう、国語の授業でさ、作者の気持ちを、ね、気持ちっつうかさ、作者はこの文章で、
大事ですね。一体何を表現したかったのか、何を伝えたかったのかっていうのを書きなさいみたいなさ、そういうね、あの、わけのわからんコメントあったねが、コメントというかさ、わけのわからんそのテストの問題あったやん。昔、小学生の時とかさ、作者の気持ちなんて作者に聞かなわからんけど、ね、作者はもう死んどったりするし、あと、実際生きとる作者に聞いたとしても、その、いや、なんとなくみたいな、あ、そんな特に意味はないんだよ、みたいな。っていうね、あの、書いてる人もおるけど、ね、文っていうのは、やっぱ伝えたい、伝えたいものがあるからさ、その文脈を理解するっていう能力ってやっぱ必要なわけですよ。うん。だからその時にね、あの、やっぱ思ったよ。やっぱそういう授業ってこういう時に役に立つんやなって。だからあれさ、あの、ね、あの子供にさ、あのね、言われるわけよ。じゃあ、あのね、この学校の勉強なんて将来何の役に立つんだと。ね。よく言うじゃないですか。もう上等句。ね。子供あるあるじゃないですか。ね。学校の勉強なんて大人になって何の役に立つんだと。うん。こういうことなんですよ。けどこれは大人にならないと気づけないんですよ。ね。でも時は戻せないわけですよ。残酷だよね。うん。だから、大人になったらね、なんだろう、そういうのを、その、子供に伝えれるっていう、その、自分の理解力というか、そういうのって、必要だよなって、すごい思った。いい引きですね。めっちゃ必要だなって思った。だから、その、なんだろう、うん、そういうのを子供にね、反面教師として、ね、俺たちもそう思って、大人になったけど、実際大人になってみたら、もう、ね、死ぬまで勉強やっていうのを子供に伝えるっていうことが、その、なんだろう、償いに等しいよね、もはや。大人小バッチですね。うん。過去の清算というかさ、俺たちの後悔をね、してほしくないっていうさ、優しさだよね。っていうか、ノルマの20匹終わったな。いや、おい！まあでも時間ももうちょっとやから、このまま釣りしとろうや。うん。